看護師さんに、お母さんゆりちゃん目覚ましましたよって言われた時に、もう、うん、目も上向いてたし、下もベーって出てたし、ああそこからスタートなんだなっていう思いと、まあ、私が覚悟を決めて、お母さんだからしっかり育てないとって、元に戻してあげるって思いましたね。これが一番最初の、2012年の元旦に新聞になったんですけど、4年かかったんですよね、注射で障害を持ったっていうのが。でそれで記事を書いてもらいました。1歳まで元気でした。近所で、心不全の MR ワクチンを打って、でその日は大丈夫だったんですけど、夜中ぐらいに、ちょっと熱が上がったんですよね。で病院の先生に言ったら、結構熱が出るのは当たり前ですっていう話をされて、でちょうどパパがなんか珍しく夜中でも早かったんですけど、ちょうど帰ってきて、なんか抱っこするよって言って、縦に抱っこしたら上向いてガタ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 って始まったんですよね。それが痙攣で、で、あーってずっと言ってるから急いで救急車を呼んで、頭蓋骨に穴を開けるから承諾書書いてくださいって言われて、もうそこから、そこでも私はもうえっていう状態で、なんか脳圧がすごい高くなってるから危ないって言われたんですよね。でそれでパパがもう、分かった、カクカクって言って、私は放心状態で、毎日のように伝えられました。お子様は重度の障害を持ちますのでって、いつも夜の時間に呼ばれて、それで、覚悟を決めてくださいっていう、もう普通の生活はできないんだって、なんかもう違う世界になるんだなって思いました。目も上向いてたし、下もベーって出てたし、そこからスタートなんだなっていう思いと、あとその時にちょうど、おじいちゃんおばあちゃん、うちの両親も来たりしてて、でもそうするとなんていうの、なんでこうなっちゃったのって言われたり、かわいそうにっていうふうに言ってないけど、そういうふうに聞こえた。なんかこの毎日のやつってもっと短い人も多いんですけど、私はなんか今日が最後になるかもしれないと思って書いてます。で書き忘れたと思うと学校に電話して伝えてます。なんかその日が悔いのないように過ごせたらなと思ってて、行くよ、ジジとバーバに行ってきます。もうギュッと詰まった期間でしたね。管だらけだったので、お尻尿も管で、大丈夫、ご飯を一つ一つグラムで測って、1日 1000食べれなくちゃいけなくて、それを58グラムとかからスタートして、でミルクも2時間かけて 50cc 飲んだか飲まないか、その書いた紙を今でも取ってあって、何年かしたらきっとこれは宝物になると思って取ってあるんですよね。でそれがだんだん50何グラム、30何グラムとか50何グラムとかがだんだん300何グラムとか、1日で本当に1900グラムとか
あ、もうその頃にはもうだんだん管の効果ってなって、はい。北区の共同事業としてご飯を外で一緒のものが食べれないのが現状なので、お店の人に、ま、あのソフト食潰してもらったり刻み食を出してもらったり、そういう事業を3年間やってます。やってる。どうしたんですか。今なんか私だけ歩いてる気配がしました。本当にお世話になってて、はい、第1店舗目だったので、もうだいぶ前なんですけどね、お話しあったのは、うん、3年前です ね、 ですよね、はい、ある日あの高橋さんがお見えになって、あのこの重度の障害のお子さんたちが外でレストランでこう食事をできるところがすごく少ないんだと。見た目が変わらないように工夫をしました。あのもしよかったらあなたが食べてってください。あー、美味しそう。でしょ。あ、これとろみ。あ、とろみ。とってもなんか豆乳の味がするわけじゃなくて、本当になんかお餅って言っても間違いないぐらい、ただあのゆうりが食べるときは、ま、お餅じゃないので食べやすいかなと思います。これがチョコレートですね。この中はリンゴが入ってます。だいたいほら、あれ作れますか、これ作れますかの答えで、いやすいません作れませんっていうのが嫌いですから、できるだけねリクエストにはお答えすると。だって誰かがやらないとさ、ねえ、ほんと決まったところで決まったものしか食べれないって。そうですね、ね、やっぱりかわいそうじゃないですか。昨日もね、はい、久しぶりに来た女の子が、はい、たんで、この一杯、誰かが来た時のために一杯焼いといて、半分持ってかれて、あ、で、今日はあなたが、あ、嬉しい、ちょうど、これで全て売り切りました。あ、嬉しいです、やったがの、 あの居場所だったりとか、外に出る楽しさとか、まあ、家族で一緒にご飯が食べられる楽しさだったりとか、その夢がすごく広がりますよね。この活動はやっぱり絶対無駄なことではないと思ってるので、あの今後もずっと続けていきたいと思います。はい。答えになってない。下の子が生まれて、サッカーをやるのを
見に行って、そこから目がなんていうんだろう、こういう動きしかできなかったのがこういう、はい、それはリフティングでこう上下になりましたね。ちょっとごめん本当にあこんなに目動くんだと思いましたね。まあたわいもない刑事の練習にね、あのサッカー見るの好きかなと思ってあの一緒に行ったらリフティングがだいぶ上手になって、でそれをユーリが一生懸命見てて、でいつまにかそのリハビリの先生とかがあれユーリちゃん上下に見れるようになったねって言われたんですよね。いつもこう追いかけもできなかったのに、うん、それがあなんか下の子の力でこんなに変わったんだなっていうのがもう本当に嬉しくて、そこから目はもうみんなあ普通だねって感じで、はい、今もう15年経ちましたけど、私も乳がんになったので、あのもしかしたら親が先に行くかもしれない、その時にユーリはどのようにして生きていくかっていうのがすごい大事かなと思ってて、そのためにはいろんな人に慣れてもらう食事もあの抱っこの仕方とかも車椅子に乗ることも自分が生活していく上で私だけじゃなくて第三者的な人との関わりもたくさん作っていきたいなと思ってますね。本当に行く場所がないかもしれないので、そうしたら私が立ち上げた方がいいのかなとかも考えたんですけど、でも現状はやっぱり厳しくて、だとしたらちょうど既存にあるものをなんとかユーリが入れるようなことを考えた方がいいのかなとか、そのなんかカフェとか高齢者のカフェとかがあるじゃないですか、そこも例えば夕方から夜ユーリが行って、まあそこの店員ができればとてもいいんですけれども、まあそこまでは難しいかもしれないんですが、そこで地域の方々がちょっと遊びに来てくれたりとか、ちょっとユーリがおじいちゃんおばあちゃんの相手をしてあげるよとか、地域の方と話すよとか、そういう場も設けられるともしかしたらまた一歩行けるのかなって、大人に近づけるのかなって、はい。